ドイツ対アイルランドの試合開始前の様子このページは UEFA ユーロ2016予選のグループ D の結果をまとめたものである。このグループはドイツ、アイルランド、ポーランド、スコットランド、ジョージア、ジブラルタルの6カ国、地域からなる。1位よび2位チームはそのまま UEFA ユーロ2016本大会出場が決まる。 3位の9カ国のうち成績が最も上位の国も予選を通過。残る3位の8カ国が2カ国ずつ4組に分かれ、ホームアウェイでのプレイオフを行い、勝利した4カ国が予選を通過する。競技日程は2014年2月23日に行われた予選組み合わせ抽選会で決定された。ジョージア V アイルランドドイツ V スコットランドジブラルタル。 V ポーランドアイルランド V ジブラルタルスコットランド V ジョージアポーランド V ドイツドイツ V アイルランドジブラルタル V ジョージアポーランド V スコットランドジョージア V ポーランドドイツ V ジブラルタルスコットランド V アイルランドジョージア V ドイツスコットランド V ジブラルタルアイルランド V ポーランドポーランド V ジョージアアイルランド V スコットランドジブラルタル V ドイツジョージア V スコットランドドイツ V ポーランドジブラルタル V アイルランド、ポーランド V、ジブラルタル、アイルランド V、ジョージア、スコットランド V、ドイツ、ジョージア、V、ジブラルタル、アイルランド V、ドイツ、スコットランド V、ポーランド、ドイツ V、ジョージア、ジブラルタル V、スコットランド、ポーランド V、アイルランド、ありがとうございます。